デスストランディング続きをやっていきます。デッドマンがシャワーの中でシャワー入りてーっつって、シャワーの中に入ったままなんかずーっとなんかやってんだよ、そこでな。だけど、私はその前に、BB の様子を見たい。BB の様子。BB の様子、あ、BB の様子見れない？あれ、帽子を見るになっちゃうな。BB の様子は特に見れないのか。おー、かわいいかわいい。あ、かわいい。ブーっいいてやっ子てだ。る。いい子だ。かわいすぎるでしょう。あー、かわいい。ちょっとしばらくちょっとこれ見てていい？あ、かわいい。調子あー、はどうだ？調子はどうだい？ブーってする。いい超子だ。かわいい。超かわいい。超かわいいけど、あの端末を置いて、ちょっと待って、じゃシャワー、あいつに、じゃあもうあれだな、熱湯ぶっかけてやろうぜ。これどうなんの、シャワー。これ一緒に入んの？一緒にシャワー入んの、これ。どういうこと、サム。シャワー入ってないじゃん。え、なになになに？え、お前シャワー入ってないのに、え、どういうこと？何？何？何？やめてよ、やめて。そういう趣味ない、そういう趣味ないよ、僕には。ここなら誰にも聞かれない。俺とあなただ何？け。音声ログに残ることもない。画像から唇も読まれたくはない。もっと近づいて。あー、ちょっと誰違う、か違でう、も違う、聞かれるとまずい。いいか。や俺めて、が調そういうべたのやめて。BB 初期実験の話だ。BB の実験がボイドアウトを引き起こし、当時の大統領が死亡、アメリカ政府は中止を発表した。資料は破棄され、 BB 技術は封印された。しかし実験はその後も裏で続いていたんだよ。指揮していたのはストランド大統領だ。ブリジットが。BB は DS を解明する唯一の架け橋だったんだ。いろいろな利用法が検討されていた。BT のセンサーとしてだけではなく、カイラル通信への転用やビーチへの移動手段としての応用研究だ。どれも実用化には至らなかったんだろう。その BB 技術をなぜか今はテロリストが使っている。そのことをダイハードマンは。彼に話していいかどうか。彼がいつから大統領のもとにいたのか。そもそも本名も顔さえもわからない。サム、あんたの方が付き合いは長いんだろう。あのマスクは前からつけていた。顔に火傷をしたとかで。そうか、そう。本部に蓄積されたデータには最高度の閲覧制限がついている。ダイハードマン以上のクリアランス権限がないと閲覧できない。しかし、カイラル通信をつないでいけば、各地に散らばり、断片化している民間のデータを統合することができる。それらが関連付けられれば何か分かってくるはずだ。気をつけろよ、サム。いいな。いやあ、サム、あんたには驚かされたよ。まあ、これで洗濯の手間も省けたかな。BB を直してくれよな。いや、直すのはあんただよ。あんたにも手伝ってもらわないと。具体的な内容は上の配送端末を見てくれ。準備ができたらな。おい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 。ダイハードマンがもしかしたら悪の可能性あるってこと？ブリジットってだって育ての親と言われる一番最初に焼却
したあの大統領だよね。あの大統領がこの BB 開発に関わってて、それを封印したと。その時にダイハードマンもついてたと。気をつけろよっていうのは多分、ダイハードマンのことだよね。気をつけろって言ってるのはね。そんなことある？あいつ BB 持って上行ったな。あいつ BB 持って上行ったろ、今。ちょっと行こう、上。上で指名の依頼を受けろっていうことだから。BB 持ってかれちゃったな。いないいないいない。寂しすぎる。ちょっと寂しすぎるよな。でも BB に自我が芽生えてきて成長を始めてるってことは、まあそれが装備としては問題だけど、でもさ、それで例えば、もし成長が大きくなって、外に出なきゃいけない、あのポットから出なきゃいけないとしても、70%は死んじゃうけど、30%の可能性にかけるってこともあるんじゃないの？デッドマンに聞いた。BB の調子が悪いようだな。いや、だごめん。よ。今は BB の回復を優先するしかないな。唯君一の正義ですプームスか？と適合する BB だ。西へ行けば BT との接触はさらに増えるはずだ。アメリによれば、エッジノットシティの手前にはタールベルトがあるらしい。ヒッグスが呼び出した BT がいる広大な座礁地帯だ。一刻も早くアメリを救いたいところだが、BB なしではこの先の踏破は難しいだろう。BB を回復させるために君にもやるべきことがあるようだ。そこにいるデッドマンから直接話を聞いてもらおうか。サム、今は手おう。が離せないから、ホログラムの姿で失礼する大丈夫？服乾いた？が。ま服。ず、この辺りのプレッパーズにキューピッドを接続してカイラル濃度を上げてほしいんだ。BB28 とステリマザーのつながりを強くするためだ。こいつをあの世に近づけて BB 本来のバランスを取り戻させる。俺の手元に置いてしばらく預かることであんたとは離れた状態になる。つまりあんたとの距離が遠くなる。そうすれば BB としての機能は回復していってくれるだろう。これはひいては我々本来の計画のためにもなるはずだ。いずれにしろその一帯をカイラル通信でつなぐ必要があるからな。その周辺のプレッパーズたちに配送を行ってカイラル通信をつないでいくんだ。その辺りは険しい山岳地帯だ。すぐには厳しいところだが、それでもいくつかの居住用シェルターがある。その住人たちからやはりいくつか配送依頼が来ている。彼らは険しい山奥で暮らしているような人たちだから、他人に興味などないかもしれん。我々のそう頼みをか。聞いてもらうには手こずるかもしれんが、気難しい人がいるんだ一つな。ずつ信頼を築いていくしか方法はないだろうな。わかった。任せろ。そそうれいうでことさ、なら任せろ。なんだしばね。らくは BB なしで行動することになる。ああ、それが寂しすぎるんで君すけのど。BT 感知力は格段に下がるはずだ。トキオが降る場所では特に気をつけてくれ。周囲を十分警戒する。そうかー。これどうやって感知すんだ、でも。ねえ。受注します。こことここ。ロボットんとこと、医者。ロボットんとこは一回行ってるから、この医者、お医者様のとこ行くか。お医者様のところに行きます。はい。ロボット工学者が作ったアクティブスケルトンだ。お雪山などの悪路で使ってみるといい。おおおおじゃあこれは作りましょう。1個作ってだ。1個だよ。1個作って、じゃじゃじゃ、じゃじゃ、1個作るって、あと武器。車もあるけど、バイク行けんのかな？てか、血液棒、チャージボーラガン。これを、チャージ式、これは、
人間には効果ないけど、これを一個作っとこう。BT 用に。で、血液グレネード。で、いいかな。以上でいいかな。はい。あー、すごい。なに、ここら辺ってみんなもう車なの？あ、そんなことないか。バイク、ちょっと待って、バイクを作ろう。バイクがいい。強化タイプこれだな。これを作ろう。これで OK。 色の変更。色は、見えやすいように、赤だな。やっぱ赤だな。真っ赤にしてやろう、真っ赤に。真っ赤でいこう。よし。で、いっぺんに背負うとどうなる？いっぺんに背負う。これは、スケルトン装備しよう。おお、なんかかっこいい音したぞ。これでいいべ。これでいいべ。よし。よし、医者んとこ行くぞ。かっこいいバイク出てきた。よっしゃ。乗るぞ。乗るぞー。操作。あれ、操作どうだっけ？あ、こうか。ね？こっちでバック。こっちでこう。で、医者んち。何？繋がってるよ。君はロックネか。そう、ロックネ。ブリッジズの専用回線で繋いでる。姉さんの後を継いであなたをサポートするよう頼まれたの。私たちはまた一つになった。今でもつながっている。まだ声が聞こえるの。だから今まで通り役に立てると思う。ブリッジズに戻ったのか。戻るとかじゃない。組織は関係ない。私と姉さんは二人で一つ。姉さんの意思は私が継ぐ。あなたには感謝してる。その分は返すつもり。姉さんが繋いでくれた。そうか。イシャンチどこだ？イシャンチここか？イシャンチここ。まあこっちぐるっと回ってこういう感じかな。ね。そういう感じだろ。ちょっといっぱいいっぱいやって。サムがどこにいますか？サムがどこにいる？サム。よし、サム。サムから、こう行ってだ。ここに、お疲れ様があるから、お疲れ様行って、こう。このなんか通ってことがある人がいるところを通ろう。ただし、こっちなんだよな。これ、どうなってんの、ここ。行けそうだよね、これ。こう行って、こう。これ何？深い川があんのか。ここら辺も川なんだ。となると、ここら辺川か。そうですか。じゃあ、とりあえずでもここまで行ってみよう。だけど、こっちは深くない川？なんか、ここら辺でも行けなそうか？で、ちょっとこっち。いや、深い川があんだったら無理か。うん、こっちだな。こっちに行こう。ここら辺まで行こう。よし。こっちか。よし、行ってきます。あ、なんかメールが来た。ロックネが融資を拒否した理由。そんな理由があるのか？あ、なんかセーフハウス。あ、これは橋を渡った方がいいかな。この橋を渡ろう。
あ、危ない危ない危ない。あ、なんか拍手の人、拍手をしてくれる人がいた。落ちんなよ落ちんなよ、ゆっくりゆっくりゆっくり落ちんなよして。ここバイクで無理かな、これこれ無理系、無理系アトラクションかこれ。あ、ぶつかっちゃった。イシャンちゃん、あそこかな、見えてるとこかな。お、相変わらず相変わらずあえて岩を行く。あれだな、近いな、近いけど危ないよ危ないよ。あ、アメリちゃん、アメリちゃん、ちょっとアメリちゃんだけど、ちょっと今は、ああ、落ちちゃう、危ない。お、大きい声出してすみません、大きい声出しました今私。よし、着いた、近かったな。イシャンチ、イシャンチ、そういうボコボコ、よし降りよう。よし、よし、納品、食薬品のサンプル。すごいね、お医者さんが住んでるんだ。でも誰もここにこたどり着けないよね。そういえば今医者で思い出したけど、エルダーのじいちゃん元気かな。なんだね、そうだよ、そうなんだよ。二人でやっているのかい、ここは、ここの開業医は。荷物のコンディションは最高だ。そうですか。近かったな、ここは。川なかったね。で、通信つないでくれるかな、1回目で。なんかそんなに悪い人たちじゃなさそう、さすがお医者さん。君に頼みたいことがある。うん、カイラル通信をつなぐ。おお、考えてみたんだが、私の医療の技術が皆のためになるのであれば、うん、役に立ちたい。皆のためになる。皆のためって。皆のものみたいな。ここの人は心よくつないでくれたね、お医者さん。この後、まだ繋ぐところはもちろんあるよね。するってどうだい？二人の姿が鮮明になるかい？あ、でもあっち側、なんか北の方にまだ三つぐらいあるな。なんか繋いでないとこ。あれか、そう、小説家の息子んちとか、なんかあったよね、そういえば。あ、ハート型の、ハート型のやつ。湖がある。ありがとう。もういいんだよ。ないが、私にもまだエンジニアことがあるはずだ。そうだ。君の役に立ちそうなものがあるんだ。何くれる？持って行ってくれ。そんないいんですよ。わざわざ。何ですかこれは。ブリッジズって書いてある。エンジンオイルかなんかそれ。ラジエーター液かな？何それ。何？水筒。レベル2、水筒が強化され、水筒レベル2になりました。スタミナ回復量が高いモンスターエナジーを生成できます。ありがとう。そう、一人の命を助ければ、BT になる可能性も減らせることになる。だから大勢の命を救いたいんだ。君にお願いだ。これからも力を貸してくれ。頼むよ。こちらこそ頼むよ。サム、ありがとう。おお、おお。BB28 は順調に回復に向かっている。本当？つまり、記憶消すなよ。理想通りのように近づいているということだ。痙攣のような発作的な症状も見られなくなった。あんたも BB なしで厳しいと思うが、引き続き頼む。この子も頑張ってる。この子？いや、この装備品のことだ。あ、もうお前も認めろ。装備品として見てないって認めろ。新しい依頼人から配送依頼だ。マウンテンノットシティの配送端末で依頼を受けてくれ。病人がいるらしい。頼んだぞ。マウンテンノットシティ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際はマウンテンノットシティで受けてくれって言われた？マウンテンノットシティ。ただし、ここでもちょっとあるんでしょ？ついでに、ロボットのところ、至急。
地球もあるぜ、これ。マウンテンノットシティは、このことだよね。英語で言われるとどこかどこだか。あ、違う。マウンテンノットシティそこか。ここで依頼を受けろと。じゃあ戻ればいいんだな。じゃあこれを、ついでに持ってって、これをついでに持ってって、で、いいんじゃないか。特に大丈夫だな。深い川っていうのはなかったね。バイクで来れたね。OK。出動。出勤でーす。アルバイトのお時間でーす。よし、これで戻ろう、じゃあ。今んとこ。そうなの？そんなの聞いてない。目標時間とかあるとか聞いてない。じゃあ、即乗って、今の道を戻ればいいんだろう。30分って結構、あれですね。キンキンの。ここ行けないの？あ、行けるよね。ここの橋が雨で、ああ、落ちる。ここ落ちかねない。で、こっちだな。こっちで、あの橋をまた渡って、落ちんなよ。危ない。で、こっちだな。あ、で、あっちだな。あ、全然すぐじゃん。全然すぐだった。すぐ来れた。あー、そういうことする。よしよし、これは早いんじゃないか？超スーパー早いんじゃないか？これは。で、このマウンテンノットシティで指名、あ、依頼を受けろって言ってたね。あ、落ちちゃった。ごめん。あー、そんな。途中で、ちょっと待って。それは違うじゃん、サム。なんで今落ちた？ちょっと今なんで落ちたのですか？ちょっとそれは気にかかります。ということで、ちょっと裏の手。ちょっと待って。今のはちょっと許せない。今のは、あれ、リペアスプレー持ってたっけ？ちょっと待って。私、リペアスプレー持ってたっけ？そういえば。あ、あるじゃん。背中に。OK。大丈夫かな？これで、全部使っちゃえ。もうなくなったけども、これで少し今、大丈夫になったんじゃない？早かったでしょう、これはさすがに。今なんで、途中で降りたんだよな、バイク。あいつ、サム。サム、ありがとう。このマウンテンノットにもカイラル通信がつながった。これで私たちも UCA に貢献ができる。あんたには苦労をかけた。本当に感謝している。ロックネがね。なぜこんなに早く届けられるんだ。バイクだったからだよ。劣化がでも気にかかる。あー、2%、あー。完璧じゃなかった。悔しい。あ、でも S だから、いっか。お、アサルトライフレベル3。これはでも、非殺傷武器だったらいいな。あ、これゴム弾の方。あ、ゴム弾の方もレベル3になった。はいはい。おー、だいぶ上がったな。よしよし、いいぞ。お、喜ばれたらしい。他の人たち。知ってるだろう。私たちは孤独だった。だがもう孤立していない。カイラル通信をつないでくれたおかげで、この私たちにも外の様子がいろいろ分かってきた。みんなとつながったんだ。そうだよ。あんたが成し遂げた偉業や信じられない活躍を知った。あんたみたいな人が荷物を運んでくれるなんて、今こうしてあんたと話しているのが信じられないくらいだ。すまない、喋りすぎた。もしよかったら。そうでもないよ。そんなに急いでるかもしれないが、ここで少しでも休んでいってくれ。
疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は、あ、なんかいろいろメール、いろいろメール、ちょっと装備を整えよう。まずね、サム指名の依頼を受ける前に、リサイクル、リサイクル、リペアスプレーが、もうないので、これを、リサイクル。で、アサルトライフのゴム弾は持ってくか、1個。全然使ってないね。もう血液グレネードに頼りっきりだから、なかなか使ってないんだが、まあ、テロリストはここら辺はいないのか。ありがとうございました。これ、ショーブリッジズ大統領。で、武器をちょっと見てみよう。これか。ゴム弾。ダメージを与える。これは、非殺傷武器。対人。対人だから、まあ、とりあえずいっか。今、BT の方が重要だもんね。OK。で、違う違う。リペアスプレー1個作っとこう。リペアスプレーと、を作って、あと、血液袋はいいか。いいとして、血液グレネード持ってるから、これだけ1個作って。で、最適化して、OK。では、指名を受けようか。もう別に特に休まなくても大丈夫でしょう。なんだね。どこだ？登山家。登山家のとこ行ってない。ロボットのとこ行った。登山家のとこ行ってないな。登山家のところへ、抗生物質。これ行くか。登山家。登山家か。っていうことは、あれかな。大丈夫です。バイクじゃ行けないのかな。一括背負う。あ、そんなに量がない。そんなに量がない。登山家、登山家、登山家。なんかちょっと偏屈っぽいな、偏屈な人がいそうだな。バックでまず行く。抗生物質大丈夫？抗生物質ってことは風邪かなんか引いたかね。大丈夫かね。で、登山感知は、登山感知どっちだ。ちょっと待って、登山感知、こっちか、こっち。ちょっと登山感知、思ったより遠いな。思ったより遠い。道順としては、なんだここ、なんだ、何ここ、何ここ。何ここ。ちょっとこの人たちいるじゃん、ここらへん。BT、BT。BT 避けてえな。BT 避けたいから、ここら辺がでも川なのか。難しい、難しい。難しい。これでも、こっち側行くか。こっち側に。そうね。ここら辺に出て。まず、ここから、ちょっと待って、すべての幕を一回消して、ここから、こう、こっちなんだよな。こっちに行きたいんだよな、でも。これ何？絶景、絶景行こう！ちょっと絶景ポイントまで行こう。とりあえず。とりあえず絶景ポイントだ、サム。サム。絶景ポイントぞ。こっちから行った方がいいかな。道がこっちにある。一応の道があるから、こっちからこう行って。絶景ポイント、雪か。ここ何？道あるよね。雪山に行けるかこれ、バイクで。シャンシャンシャン。もう道が分かんなくなってる。私どこにいる？絶景通り過ぎてんじゃん、もう。全然絶景通り過ぎてる。まあいいか、仕方ね。いた仕方アルバーニーだから、ここまで行こう。加速看板まで行ってみよう。行ける？でもこれ雪、大丈夫なの？このバイク。雪はどうなの？雪道。あ、雪道走れんだ、一応。これ加速地域です。加速、ウィーン。加速
したけど、これ BT がいないところを一体、あの山を越える？ちょっと待って、ちょっと待った。あの山を越えて、こう、こっち、ここにいます。私ここにいます。こう行って、ここら辺 BT いるのか。BT こっち回ってく？こっち回ってこう。うん、こっち回ってくか。それがいい。絶対それがいい。こっち行って、ここら行って、ここら行って、ここらからこう行って、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 ここを溝を通って、登山家のとこ行けるかな、これ。行けるでしょう。まあ、ここら辺まで行ったらまた考えるか。こう行けそうかどうかね。ここまで行って、じゃあ一応こうつけとくかね。よし。で、どっちだい？こっちかい。よし。行くとどこまで行けるかな、この雪の中をこのバイクで。何にぶつかってる？そうか、これ雪に埋まってるけど結構な岩なのか、これが実は。あ、全然遅い、全然遅い。いやー、ビビーがいないからは不安だよ。お父ちゃん不安だよ、ビビーがいないと。遅いけど、でもサムの体力が減らないからいいよね、バイクで。でもよく登れんな、この雪を。このままいけるか、これ。やんでくれ、マジで。すげえな、バイク、このバイク。あー、吹雪いてる、吹雪いてる、吹雪いてるなー。ね、ちょっと待って、点線がわからん、点線がわからん。こっからこっちか、こっちか。じゃあ、全然見えんど、全然見えんど。おい、サム、あ、こっと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 、お、お、どうなってんだ、これ。いけんのか、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 いけるー。何かボコボコなってるけど、いけてる、なんかいけてる、なんかいけてるけど、全然見え、全然見え。あー、点線があった。あそこ充電できるのを誰かが作ってくれてるから、充電のところに行こう。バイクもこれ捨てるの早いだろ、多分充電。よし、充電かけよう。あー、 BB がいないよー、 BB がいないよー。でもまあこのままこう一回ね、こう BB の調子を見てもらわないと、もしかしたら本当に BB が死んでしまうことを考えると、これでいいんだよな。今一時寂しいけども、寂しいけどもだ。あー、これは無理でしょ、これちょっと無理でしょ。この山、この山は越えられないでしょう。越えられるか？いや無理だよな。行けるとこまで行くか。ちょっと待って、そうエンジンかけて、ちょ下がろう、一回下がって。ちょっと待って、ここビビ出る？そんなのないじゃない。これこっちだな、こっち行きたいな。こっちからここ通れないのかな、ここ、こういう風にこっちに行ける感じがするんだけど。あ、行けそう行けそう、だからこっち行こう。来んなよマジで。BT は無理、 BT がここでドロンコ選手権じゃない、雪山、雪合戦選手権、雪山選手権はもう無理無理、本当にそれは違う。で、このままこう行ってこっちを行くしかないね。こんな上なんか行けないもんね。行けないな、行けないな。こっちだな、こっちしか行けない、こっちを行くしかない。岩がゴツ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 ですわ。このままこっちへ行きまして、あ、間違った、こっち、出て出て出て、あー、どこ行くん、どこ行くん。で、ここで一回チェック、チルチェック。あれ、君どこに、ちょ、戻ろう。あー、ここから降りてかなきゃ無理か。ちょ、一回戻りましょう。サムさん、サムさん一回戻ります、サム戻ります、サム一回戻ります。岩に全部ぶつかってんな、サム。そういうとこあるぞ。どっちか来た、私。これ登れんのかな、どっかから。登れるとこあるか。無理だよね、バイクでね。ここら辺で。危ない危ない、ここはダメだ、ここは危ない。ここに置いてくか。バイク置いて。そうだね、ここら辺から、あ、ちょちょちょ、あ、晴れた晴れた、よかったね、晴れて。ここら辺から、一回マーカー消して、ここから、ここか。こっちか。うわー、これ登る？金属400。無理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 。あ、これバイクに詰めたりするんかな？これさ、持って、このバイクに。あ、やばい、落ちてっちゃった。って言ってた？何？サムいつの間にかさ、ルーって名前つけてたんだ、BB に。そんなの知らなかった。
これ登れるかな、登れるか。あ、登れた。また雪降ってきた。ここ登れない？ここは無理か。となるとどっからだ、どっから登るよサム。ここが無理かな。こっちか。踏ん張りながらいかんと。あ、落ちちゃった。危ない。登れる？あ、登れるんだ、ここは。え、ここは登れるんだ。すごいじゃん、サム。なんかでも今、荷物崩れたな。崩れたじゃねえや。多分傷ついたな、荷物いった。多分。そんな気するぞ。山間地どこだよ。あった、向こうだ。なんかやっぱり、パワースケルトンつけたら歩き方が全然違う。すごいな、前よりもスムーズに歩ける。あった、着いたぞ。あ、裏側から来ちゃった。裏側から来ちゃった。ごめんなさい、裏側から来ちゃいましたけども。寒いぞーい。抗生物質大丈夫？風邪ひいてるんじゃない？多分。抗生物質ってことは。荷物を納品します。あ、リペアスプレーかけるの忘れた。ありがとう。薬は飲ませた。いえ。何その報告。あ、 1% ならよしとしよう。どうしたの？何があったの？誰がどう具合悪かったの？誰が、奥さんかな、子供かな。あ、奥さんか。でも実際のところ先生が言うには抗生物質の投与だけでは万全じゃないとおっしゃっています。お腹の子供のこともあります。子供がいるのか。お願いです、先生のところに行ってくれませんか。無線が不鮮明でよく聞こえませんが、何か治療用の機械のようなものを用意してくれているそうです。それを受け取って届けてほしいんです。分かった。必要なものはその棚から好きなだけ取ってください。好きなだけ持ってっていいとか言わないでよ。全部そんなのね。お疲れ様でした。どこの棚だい？新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。はい、あ、休憩じゃない、プライベートボックス、そこの棚からっていうのはこれから？このこと？違うな。まあ、や、とりあえず、受注しよう。今のところをまた行けばいいんだね。医者のとこね。はい。子宮！子宮！子宮って書いてあったな、今な。よし。ということは、じゃあ、ここでちょっと休憩して、じゃあ次回、今休憩できたじゃん。休憩しよう、ちょっと。で、次回は、じゃあここの、配送の依頼を受けて、受けまして、肩マッサージ。肩をマッサージ。眠るしかないか。じゃあ、ここの依頼を受けて、その医者のところにもう一回行って、しようか。その依頼を。じゃあ、ここの人が大変みたいだから、じゃあ次回はそれをやりましょう。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから。コントローラーを握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、